サッカー元日本代表の前園真孝はアジアカップ UAE 遠征の時 CM 出演していたラオウを大量に持ち込んだ。現地の食事に慣れない日本代表がラオウを奪い合うように食べ、そののラオウでなんとかしのげたと語っている。試合終了後のロベルト・カルロスとユニフォーム交換をしたが、汗の匂いがついているという理由でロッカーに置いて帰った。泥酔状態でタクシーに乗り、運転手に暴行を加え現行犯逮捕されている。謹慎中に収入がなくて困っていた時にラモスがギャラを分けてくれていた。ワイドナショーでなでしこジャパンが優勝しなかったら坊主にすると発言し、結果準優勝で坊主になった。